おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。木金土はウェブ VR の説明動画を公開しています。と画面を切り替えて、この A フレームスクールというサイトですね。これ自体が A フレームっていうと立体モデルですね、3次元モデルを VR 空間上に簡単に JavaScript で書けるというものです。かなり昔からできていて、なんか今はあまり更新されてないみたいですが、有志のメンバーって言えばいいんですかね、バージョンは今 1.3 まで上がってきているということで、地道に開発は進んでいるようです。そういう意味で割と古くからあるものが、まあ今でもずっと使われているので、なかなかしっかりしてるのかなということで、このサイトを進めています。で、光が動くという次の、昨日はこれをやって、で、昨日の概要欄にも貼ってありますが、私自身が少し触ってグリッチに公開しているものというふうな状況になっています。まあ、こういう雪みたいなのを降らせるようなプラグインみたいな形で簡単に使えると。で、これももうこの下がないので、次は10章と。これはちょっとこの下あるみたいですね。Use JavaScript ということで、もともとこれ JavaScript の環境の中で書かれているので、非常に親和性が高いんで、まあ、それをやっていこうということになります。ちょっと日本翻訳を。使わせてもらって、JavaScript を使いましょうと。JavaScript および DOM API。この DOM っていうのもどうもこの立体モデルやるときにはキーワードになるみたいですね。これを使ってシーンとエンティティのプログラム、このシーンとエンティティをプログラムで、JavaScript のプログラムで変えれるということを勉強しましょうということになっています。A フレームは単なる HTML じゃなくて JavaScript DOM API を使えると、およびその下にある一番根っこにはこの 3.js というのを完全に提供していますということなので、まあ、このあたりのテクノロジーも使えるんですね。 JavaScript DOM 3.js と。で、それについて詳しくはなんか3つぐらいリンクがあって、日本語にするとこう1つのリンクのように見えますが、もともとは3つのリンクなんですかね。ちょっとに英語に戻してみましょうか。と、あ、でもないのか。1つみたいですね。Read About ということで、ちょっと新しいタブでどんなサイトかっていうと、この A フレームのところで、この3つですよね。JavaScript と DOM について書いてあるページが出てきますと。これまあずっとこの A フレームのイントロダクションでずっと続いていくんですけど、その途中に出てくるものですね。昨日ちょっと祭日だったので、このあたりをずっと読み進む、チラチラと見てたんですけど、でこの次には 3GS と 3.js というのが出てくるというページが開くようになっています。またちょっと日本語を使って、で、まあ、リミックスのレッスンで、まあ、ここから始めれるんですが、JavaScript のロゴを表示するには、ページを右クリックして、インスペクターまたはインスペクターエレメントをクリックしてから、コンソールタブをクリックして、ブラウザーの開発コンソールを開くことができます。ソリューションを表示すると、ブラウザーコンソールから結果を確認できますということで、何をしてるんですかね。またこれよく、JavaScript っていうのはログが出るんですよね。で、それはページを右クリックしてインスペクトまたはインスペクトエレメントをクリックしてからコンソールタブをクリックして開くことができますよということで、一回、まあ、とにかくリミックスを開いてみましょうか。英語に戻してリミックスを開いて、で、またここから始まるとどうなんですかね。ここから始まるのがいまいち腑に落ちないんですが、まあリミックスしてみましょう。リミックス始めて、で、多分いつもと同じなんだと思うんですよね。何かそのチュートリアルごとに変わっててくれればいいんですが、あ、でもなんか今日はいろいろソリューション1234ってついてますね。
で、これを選んで、なんか JavaScript、いつもとちょっと違うことが書いてありそうです。このあたりいつもないですもんね。はい。で、これをちょっとやってみましょう。このコードで、はい。これで、2C JavaScript が生成するログを見るには、オープンできますよと、ブラウザで、右クリックをしましょうと。これが多分ログを出すファンクションで、で、この画面で右を見てるんですかね。とにかくやってみましょうか。これで、この画面で右クリック、できないですよね。これですか。これで右クリックできないですよね。はい。ここで右クリックでも違いますよね。はい。どこで右クリックせよと言ってるんですかね。グリッチでこのページ自体を見ている状態かもしれませんね。ここの URL が、これ公開されている URL なので、そのブラウザで見て、ここにコンソールで出てくると。View Browser Console for Output と。あと JavaScript Inside the Component。このコンポーネントで書いたものがここへ出てくるよと。で、これで見ましょうということなので、シェアしないと見えないかな。シェアして、このリンクをコピーして、で、これを新しいブラウザに貼り付けて移動するとこうなってくる。で、ここで右クリック、検証？検証を押せばいいんですかね。で、これでコンソールを開けということで、コンソール、ここにコンソールってありますよね。ここに見ると、ここになんかフェイルトゥーロードリソース、なんかエラー出てますが、と、ここにウェルカムクラスと出ているので、これが多分グリッチの、ここでウェルカムクラスかと出ていると。だここを、イージーマイクロビットクラスルームってやると、クラスルームってやると、これで、ここで、これをリロードしてやると、Welcome Easy Microbit Classroom と出ましたね。ということで、ここにコンソール、というところに、イニットファンクション。これ初期化した時に動くってことですかね。で、コンソールログっていうところにこの文字列を書くっていう、これスクリプトっていうので、ここからここまでが JavaScript というやつになってるんですね。で、A フレームレジスタコンポーネントスクールプレイグラウンド、これは何のくくりになってるんですかね。ここまでのくくりになっていて、ちょっとこれ消しましょうか。なっていて、この中に書かれているっていうのが大事なんですかね。Code within this function will be called when everything in a scene is ready and loaded。初めて開かれた時にこれが呼ばれると。この aframe.register.component っていうのが必要なのかもしれませんね。ここは aframe のこれ 1.0.5、 ちょっと古い aframe を使ってますが、こんな風に呼び出されて、ここはいつもの内容になっていると。はい。で、これでこのページに書いてあることができたということになるので、どうしましょうか。もう一つ下に行ってみますか。Use JavaScript get entities ということで、ドキュメントクエリーセレクター&ドキュメントクエリーセレクターオール get reference to the scene and its entities read about
クエリング・フォー・エンティティーズということで、なんかこういう、こう、自動翻訳されてますか。なんか日本語のページなんですかね。英語でも日本語が出ている。日本語、このページはコミュニティの尽力で英語から翻訳されましたって書いてある。ありますね。日本語化さちゃんとされているページみたいですね。原文がこんな風になっている。で、こういう風なことができますよと。日本語なので割と勉強しやすいかもしれませんね。ドキュメントクオリティはリミックスグリッチのレッスンで、リファレンス、シーン、エレメント、ユージングバー、シーン、EI、ドキュメント、クエリー、シーンを取ってきて、エンティティ。結構難しい。セレクターの箱。何をしてるんですかね。ちょっとリザルトを見てみましょうか。リザルトを新しいタブで開いて、どんなことが起こるのか。見た目は何か動いているって感じではないですね。右クリックして検証をしてみると、はい、リロード。コンソールを見ていると、なんかリストが出てますね。で、どんなソースかっていうと、上に出ているのがソースなんですよね。で、ヘッドの部分を見てみると、ここにスクリプトってありますね。ここが今回の場で、さっきやったイニットファンクション、ここの中身が変わってますね。はい。ちょっとこれは細かな字なので、こっちのリミックスレッスン。これで開いて、もしかすると、これの、これもちょっとビューソースで今度は見てみましょうか。ビューソースに書いてくれてあるのかな。さっきのソリューション123っていうのも結局開かずのまま、ここもソリューションっていうのがありますね。今度は、なんかこう、例題がいろいろ書いてくれてありそうですね。リミックス、インデックスはこれ前回のままですけど、その次、シーン、EL、このあたりの勉強のことを言ってるのかもしれませんね。これでプログラムが変えれますよと。で、もっとなんかマテリアルも変えれますよとかいうので、で、この中は変数を使ってもっといろんなこともできますよみたいになってるんですかね。そもそもこれが何が書いてあるかをまたこれちょっと日本語翻訳してみましょう。この辺りから JavaScript がある程度分かっているっていう人前提に書かれているので、 JavaScript を使って要素をこうやってクエリーで A シーンの中の要素を引っ張ってこれますよと。で、これを使ってエンティティの要素の値を見ることもできますよと。で、これを使用してボックスエンティティの参照を取ってきて、ボックスの特徴値みたいなのを呼び出せますよと。クエリセレクトオールで複数のセレクターを使用して1回の呼び出しで球体と円柱のエンティティを参照して取ってますと。だからセレクターオール HTML1 回の呼び出しに対して球と参照を取得しますということで、結果を表示というふうになっているので、見た目は変わらないけど、中のこれですよね。ここのスクリプトの中、このソリューション、これ答えってことだと思うんですけど、ここはこの下の部分ですね。このボディの部分は変わってないんですけども、ここで、エンティティログで、これを書き出していると。 A のエンティティ、 A のボックス、ということは、このソリューション、このソリューションを、シェアして見てやると、ちょっと今日これを最後にやってみましょうか。一回リミックスをして、
こんなにいっぱいシェアとかして大丈夫なんですかね。フリープランなので。で、これですよね。これをシェアして、で、これをコピーして、で、このページに移動して、で、右クリックの検証のコンソールを見て、なぜか1回目はエラーが出るので、これリロードしてあげて、と、こんな風になると。これで、でもなんか出てないですよね。どうも、インデックス HTML をどうしても開くのかな？ということは、今しようとしたのは、これを公開しようとしたんですけど、これが公開されてないっぽいので、ここをコピーして、で、さっきやったこれですね。ここにこう追加して、こう追加して、で、これも閉じて、これ昨日のですね、これもちょっと閉じて、で、これを改めてて、同じかもしれませんけど、この今書き加えたやつのリンクをコピーして、そこに移動して、で、右クリック検証のコンソールってやると、ここ変わってますよね。あとマイクロビットになってます。で、ノードリストっていうのが出ていて、プロパティが出ていて、とエンティティーズ、これどんどん開くと中がこう見える。ほうほうほう、なんかいっぱい深みにはまっていきますけど、なんか中身が見えるようになってますね。で、ノードリストの2番、ここに Q とかシリンダーっていうのが出てますね。で、ノードリスト、さらにこれ開くと、レングスゼロ、ノードリスト、プロパティ、ノードリスト、オブジェクト。なんかいろんなのが取られて見えているということみたいですね。ノードリストのゼロ。これはボックスが見えてるってことですかね。で、2番。何かやはりちゃんと取ってきたやつが表示されてるみたいですね。元のものを見ると、こんな風になっていて、コンソールログで EL をまず書いている。次は、セレクトオールで ANTITY っていうのを全部取ってきている。で、次はボックスをセレクトしている。で、次はセレクトオールの Q とシリンダーを取ってきている。で、これはセレクトのドットクールシェイプ、これの意味がちょっとわからないですけど、で、表示しているのは、こうエレメントの中にセレクト A シーンっていうので、シーンの中にあるやつ全部取ってきてるんですかね。それを書いているのが1つ目。全部で5つも出してますね。そう、5つも出てるのかな。この「マイクロビットクラスルーム」が出た後、これは表示されてるんですかね。これが一番最初に出ている文字列かもしれませんね。これがこのコンソールで全部表示しているのかもしれません。次は A エンティティの中のものだけを書いている。で、それがこんなになんか長いやつ。で、その次が、
なんかいらないものをクリックしました。で、次は A ボックスを選んで書かせている。だから A ボックスのことだけが表示されている。で、次はシリンシェイプ Q とスピアですかね、スピアとシリンダーが書かれている。で、今度はセレクトオールドットクールシェイプ、ドットクールシェイプって何なんでしょうね。この下の中のそんなドットクールシェイプっていうのは見えないんですけど、で、最後だけが何かわからないですけど、これでついつま合いましたよね。これでスピアとシリンダーを表示しているのがこれですよね。セレクトオールの中のスピアとシリンダーを捕まえてきてくださいになっていると。で、ここの最後のドットクールシェイプは何かっていうと、ノードリストシンボル、なんかパッと見てわかるものってないんですかね。長さもない、もしかしたらそういうのないよっていうことでカラーですよみたいなのが出てるのかな。これだとノードリストが2つあって01がエントリーですよっていうことで、これはノードリストが0でそんなものは見つかりませんでしたよっていう意味なのかもしれません。ちょっと かもしれませんで、歯切れが悪いですが、なんか少し分かった感じがします。まあ、今回分かったのはここの今までよりかはこうソリューションですよね。だから答えですよね。問題に対する答えが書いてくれてあるので、このあたり、今日はだから今これをやったんですかね。これをやったのが多分この A フレームスクールのこのあたりですかね。ボックスを開ったとかセレクトオールでクラスエンティティを取得しています。だからここまでできたということになります。はい、いかがだったでしょうか。今日は JavaScript をある程度分かっている方でないと何のことか、ちょっと さっぱりだと思います。 JavaScript のってなると少しオブジェクト思考っていうことになってきて、まあ、いちごジャムの流れで私のチャンネル見てる人はベーシック、いちごジャムベーシックだとこれの理解はちょっと厳しいかもしれません。 C 言語を知ってるよっていう人でもちょっときついかもしれないですね。 C++ とかいうことで、今、まあ、普通に使われている Python なんかもそうなんですけど、オブジェクト思考のプログラミング、それを馴染んでいる方であれば、まあ、JavaScript を初めてでもなんか Python のドットがついているなんかの意味合いで、うん、こんなもんかなって読めるかもしれないんですけど、昔ながらのベーシックであったり C 言語の基本的な、まあ、基礎的なというか一番なんて言えばいいんですかね、トラディショナルなという伝統的な一番入り口の C 言語を理解しているっていうレベルだと、このオブジェクト思考っていうのがなかなか難しいんですよね。そこをまあ理解というか、まあ、そこから勉強始めた人はスッと入っていきますよね。逆にね、 Python なんかから言語教育始まった人は案外なんか使って慣れてるみたいな感じかもしれません。はい、ただまあプログラムでいろんなことができるっていうのが分かったので、 A フレームを使って JavaScript を使って作ったモデル自体を動かしていこうというのが多分この先になるんだと思います。今日のチュートリアルはまだ下ボタンがあるので、明日以降はまあそこの中に入っていきたいなと思っています。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは木金土は WebVR、 月火水は今はマイクロビットマクイーンの超音波センサーのプログラムをやっています。日曜日はまあお休みというか、私の英語の日本語のジャパニーズカルチャーということで、日本語の文化を英語で発信しています。はい、今日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょう。はい、もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。 Thank you.